こんばんは、平井博明です。いつもワンラップゴルフをご視聴いただき本当にありがとうございます。元気出てます。今回はですね、アプローチの距離感知りたいですよね。アプローチの距離感がどうやって掴んだらいいんですかとか、掴み方が分かりませんとかっていうご質問めちゃくちゃ多いです。すごい多いんで、僕の知ってる限り詳しく説明していきたいと思います。平井博明のワンラップゴルフ。まずはですね、アプローチでフェースを開く開かないとかあると思うんですけど、まずは開かないんだったらスピードっていうのは多少こうやって速くてもいいんです。うん。で、開けば開くほどスピードはだんだんゆっくりになってくる。まっすぐになればなるほどゆっくりでも速くてもどっちでもいいの。その理由が、フェースを開いて速く動くと、こうやってバンスが強く当たったり、もしくはこうやって下をくぐる。そうすると思い通りの距離が出せないので、まっすぐフェースをターゲット向けた時のスピードをまず覚えなきゃいけないっていうのは、これはもう一個でいい。スピードはで基準として自分のスピードとして覚えておいておいた方がいいです。で、それに対して、じゃあ50ヤード狙いますね。それでこのスピードがじゃあ基本ですって言った時に、フェースをじゃあ多少開きます。したら今振ってたスピードよりもちょっとゆっくりにしないと下をくぐります。なのでさっきのスピードよりも少し抑えます。ちょっとバンス当たっちゃったな。もう一回いきます。こういう感じ。そうすると距離感があんまり変わんないですね。多少スイングも大きくなっても構わないです。でもうちょっと開きますね。したらもうちょっと大きくゆっくり動いてあげる。そうするとこう距離がずっと変わらないので下をくぐる率が減るんですよね。だからフェースを開くんだったらゆっくり、閉じるんだったら速くても前に押せるんで多少速くてもいいです。でその時に注意点としては、速く動いたらクラブがこうやって揺れるんです。振られちゃう。だからその振られるのをこうやってうまく使ってあげるのか、振られないように硬くするのか、こういうふうに。それはどっちか打ちやすい方。決めなきゃダメです。なんで、二通りあっていいんですよ。僕なんか両方使うんで、場所によって。プラプラしてさ、近く打つコツってあるの？ボールの下に、ここのくちばしあるでしょ？ここのくちばしを入り込ませることができるかどうかよ。こうやって、そう、こうやって、こうやって、全部500点だけど、めちゃくちゃ今の上手なんだよね。こうやって、そう、ここに、じゃっ。ってこうやって入り込ませることができるかどうか、こうやって、そう、あれ多分ベントグリーンだったらチュ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 ってやつ、そうスピン効いてるやつ、そう、あれなんかはゆっくりやると、こうやって打って、でもそれって戻るんだ、ちゃんと戻る。でここで起こってることは戻し違いが起こってる。ヘッとこうやって戻すじゃない。だいたいここにグリップを戻す。こうやって。はいはい、戻そうとする。トップが出ます。手を戻すんじゃなくてヘッドを戻す。こうやって。こうやって。こう。こうやって。こうやって。じゃあ戻りすぎちゃって左行っちゃうんだ。左行かない。行か
なの？そう。ダメと言われてるフリップを入れてるから。こうやってるから。そう。こうやって。そう。こうじゃないから。そう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 。そう。でもこれはね、言っていい？練習。練習しかない。で、逆を言えば練習したら上手くなる。で、できるようになる。すごい技術とかそんなんでもないから、数打ってれば打ててくるから。これ、リズム感としなやかさとインパクトに対してのタイミングが、ちゃんとやろうとしてればできるから。うん。こうやって。こうやって。絶対これでできないこと。こうやって持つ人。短く？絶対無理。ヘッド振られないんだもん、これじゃ。軽くて。そう。俺はアプローチでもフルスイングのとこ持つから。そう。こうやって。そう。これはもう絶対練習。練習しかない。だから本当打ち放題で、1週間に2回、2時間打ち放題で、本当700球ぐらいサンドウィッチ1本で、ずっとあれやってた方がいい。そう。ずっとあそこに固める。こうやって。そう。同じところにキャリーさせる。こうやって。こうやって。こうやって。ずーっと同じとこでしょ。そう。ああいう練習をずーっとこうやってひたすらやってる。そう。本当にあれやってると富士山できるから。あそこに。そう。だからもう本当にこうこのリーディングエッジをボールの下にシュッて滑り込ませるの。そう打つとかそういうことじゃない。そこに滑らせるのこうやって。こうジュッジュッて。そう。そういう感じのイメージ。そう。ジュッて。そう。そういう感じ。そう。で。あとは、もっとちっちゃいアプローチ。その2球のところ。あれなんかは、とにかくあそこで一番やっちゃいけないことが、一番多く起こっちゃってるんだけど、それは前腕が動くのが超早いの。こうやって。そう、飛んじゃうじゃん。そう。言ってもさ、3メーター半ぐらいだよ。したらさ、パターで3メーター半って言ったらさ、これぐらいじゃん。これぐらい。でしょ？パターと同じように打ちなされ。すごいね。近いのは絶対飛んじゃう。飛んじゃうでしょ、うん、そう。飛んじゃうイコール早く振ってるっていう認識でいい。うん。で、ただこうやって上向いてたらトップするじゃない？だから多少歯を下向けてあげる。で、ちょっとハンドファースト気味で全然いいから。そう。それで、こうやって打ってあげる。ピタッそう。そう。ああいう、このまんま、このクラブの角度あるじゃん。このクラブのこの角度を変えないで、こうやって動いてあげる。こうやって。そう。こうやって。こうやって。そう。で、よく、アプローチは軸動かしちゃダメとか言ってんのよ。そう、あんまりね、あんまり関係ないんだな、動いても。うん。このクラブが同じとこ通ってればあんま関係ないんだよね。これさ、いつ使う？例えば、こんな時ある？あ、いや、あるあるある。ゼロじゃない。こっから先グリーン。はいはいはい、はい。で、ここがカラー。うんうん、で、ここがラフ。あ、ラフね。そう。ヘアウェイでもいいよ。うん。そう。グリーン、カラー、ヘアウェイかラフ。で、グリーンエッジからピンまで、まあ5ヤード、10ヤード好きな距離でいいんだけど、下り。
とかで、あ、今入った。転がってた。転がってた。そう、そういう感じ。こっから結構な下りとかだったら、ここに落としたいわけよ。こうやって。で、転がっていく。転がっていく。そう。あれは欲しい時ある。ラフだったら余計に転がせらんないじゃない？だからちょっとポンと浮かしたいね。こうやって。ここだけ浮かしたいんです。そう。ここだけ。ここだけ、こう、空中戦にしたいんだよね。あとはもう転がってるだけ。そう。下りで。そう。だから、次にやらなきゃいけないのは、打つことの次にラインを読まなきゃいけない。ああ、そっかそっか。そこに乗っけてあげなきゃいけない。そう。当たるだけ、うまく打てただけだったらアプローチは寄らない。そう。ラインを読まなきゃいけない。言ってもパターに近い行動を取らなきゃいけないのね。うん、そう。だからこっから例えば50ヤードのあのピンがこれから狙うよっていうんだったら、あそこまでのグリーンエッジからピンまでのラインを読まなきゃいけない。そう。例えばこれフックラインでしたって言ったら、右向かなきゃいけないじゃん。そう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 。そう。ああいうふうにこう右からこう回していって、まああれだったらパーのチャンスはあるじゃない。そう、ね。そう。ああいうふうに打っていかなきゃいけない。そういうのもナイスなアプローチが出るかなって考えてたら寄らないから。うん。出る前提で全てを考えなきゃいけないから、そういうアプローチでは全部ピンまでのことを想定内にして考えなきゃいけない。そう。だから開くんだったら、ゆっくり動いてあげないと下をくぐっちゃうし、閉じるんだったらフェースをキープしたまんま、スピードは好きなスピードで固定して打たなきゃラインは出しづらい。あとは本当にアプローチって、ちゃんと、ここのグリップなり腕のスピードが頭と一致してるかどうか。だいたい手元が速すぎる。俺さ、アプローチはさ、もっと本当は速いよって言ったけど、それクラブの話であって、腕じゃない。腕はめっちゃくちゃ遅くていいから。クラブがめっちゃくちゃ速く振れなきゃいけないんだけど、逆の方が多いの。クラブ全然動いてなくて、手元がこうやって速いのよ。そうするとトップするから。うん。クラブを動かしてあげるの。まずは。こうやって。そう。あってこうヘッドをこうやって出してあげたら、そう、全然いい球出るから、その動きを意識してぜひアプローチでやってみてください。今回はですね、アプローチについてちょっと動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですね、コンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いいたします。